さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、はい、大高評価のゆいちゃんのレッスンでございます。ありがとうございます。はい、今日のスタジオは赤坂にあるマイゴルフレンジさんでございます。いいですね、はい、いつ来ても綺麗です ね。今回のゆいちゃんのレッスンは、まあ、前回はロブショットやったんですけど、今回はランニングアプローチ、はい、ランニングアプローチを教えていただきたいと思います。はい、まあね、結構低く出す、なんか、なんて言うんだろう、まあ、ノーマルアプローチよりかは、うん、転がる転がる、うん、転がして寄せていきたい、ね、上りとか、ね、あー、上りの時とかね、うん、ピンまで20ヤード、30ヤードぐらいで、うんうん、まあ、そういう時にね、まあ、そういうのが使えたら、うん、もうちょっとスコアが伸びるよということで、まあ、今回ランニングアプローチゆーちゃんに教えてもらいたいと思います。はい、お願いします。お願いします。この画角おもろいな、前回毎回毎回ランニングアプローチはクラブは何を使うんですか？クラブピッチングとか、うん、まあ、キューバはいいですね。はい、あのノーマルアプローチで58、52とか使ってもらって、転がすだけなんで、であの立ってる方が打ちやすいかなと思います。うんうんうん、では、はい、まずはスパンツから。はい、スパンツは、まあ、できるだけ足幅は狭く取ってほしいです。これあまり広く取りすぎちゃうとその分体がこうぶれちゃうので、ぶれないようにできるだけ狭めに。で、ボールは右足の前ぐらいに置いてもらいます。はい、で、フェースを少しこう立てる普通に構えるとこういう感じ、うんうん、もう少しボール右足に置いて、フェース少し立てる、うんうん、ハンドファースト気味に持つ、はい、で、この時に体重、自分の体重を少し左にかけてもらう、まっすぐだと。で、打ち終わるまで体重移動しない。体重移動しちゃうとこういう感じになるので、左足に体重少し置いて、ハンドファーストで持っていって、できるだけアドレスで作ったこの手元の形を崩さないように打つ。これが崩れちゃうとこうなったりとか、うんうんうん、で、崩れないように、で、だいぶ転がるボールになります。腰掛けて、体重少し左、ボール右足に置いて、って感じ。結構、上りのないとか、グリーンまで前に何もない状態とかだったら、こういう打ち方の方がいい感じ。ミスしない。ちょっと正面から撮ってみようかな。アドレス少し足幅狭くして、ボール右足前に置く、手元少しハンドファーストで、この形を崩さないように。おー、美しい。気をつけてほしいのが、手元このグリップが、手首、うん、手首がこういう風に動いたりとかすると、こういう状態になっちゃうので、うんうん、できるだけ手首をキープしたまま。これもロブの時と一緒で、体が起き上がれば起き上がるほど、からこういう風に体が起き上がるのが早すぎるとボールがまっすぐ飛ばない。ジャンプはまではいかなくても、目標より右に行っちゃうとか、うんうんうん、あとダフっちゃう、こうやって、なんで基本は打ち終わるまでは自分の体は曲げない、まっすぐ。わかりました。ですかね。はい、じゃあやってみますか。私も右
側に置いて、うん、スタンス狭く取って立てて、うん、いいね。これでも20ヤードぐらいしか使わないんだね。あ、なんかね、これはね、なんていうの、グリーンじゃないから、そうそうそう、ね、そうそうそう、じゃあ、まあ、転がんないよ。なるほどね。右側に置いて、フェースを立てて。わ、いいね。いいね。綺麗な入り。これもキャリーが15ヤードだから、うん、多分トータルで言うと30ちょいぐらいまで全然いくと思う。あ、なるほどね。うん、へぇー、いいです。だ、同じ振り幅で9番とか持つともっと転がる、うん、9入ってへんの、はい、同じ振り幅でね、うん、はい、当てて、そう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 。これキャリーが16、17とか、うん、だから全然転がってる、さっきより。なるほどね。あんまり難しく振り幅変えたりとかするよりかは、もう番手1個上げちゃった方がよく飛ぶ、うん、簡単だね。うん、簡単。はい、ランニングアプローチした。はい、はい、ということで今回はランニングアプローチ、はい、まあ、ウェッジとかサンドとかじゃなくて、もう P とか Q とかちょっとロフトの立ったアイアンを使って転がして寄せていくという技でした。ぜひね、はい、ラウンドで試してみてください。はい、ポイントはこの手首、あ、手首、手首のこの角度を変えないようにできるだけ、うんうん、このままね、こねないように、こねないように、うん、皆さんもぜひランニングアプローチやってみてください。やってください。はい、今回のあの撮影させていただいているマイゴルフレンジさんが代官山に新しく、はい、あの新店舗オープンするということで、はい、そちらは会員を募集しておりますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、24時間無人でレッスン、レッスンならば練習ができるゴルフレンジでございます。そう、代官山の方はね、左利きの、うん、もできる。あ、そうだ、言ってたね。はい、ぜひ見てみてください。はい、会員募集しております。ありがとうございます。はい、チャンネル登録、チャンネル登録。わかる、これね、なんだろうね、急に舌もあんなくなるんだよね。じゃ今のミスとめっちゃ恥ずかしい、使われるネタ。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。恥ずかしいやつ。使われます。